こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さあ、今日は負け組一口話の愚痴、やっていこうと思うわ。おお。前回の動画は単勝オッズ 1.1 倍を飛ばして馬主が激怒の乗り換わり、西のフラワー乗り換わり事件をやったわね。馬主としてはやっぱり、怒りはわかるわね。息子に模範を示しておきながら、頭を一線。よっぽどよね。結局、佐藤主導で河内博士に桜花賞からの西のフラワーへの乗り換わりが実現したからね。珍しい乗り換わり事例ね。そうね。そして西山が乗せたかったタバラ正規が西のフラワーに乗れずに 3A3級のお鉢が回ってきたわけなんだけどね。オークスで東真司から乗り換わった時は2着という結果ながら、もっと馬を信じて乗ればよかった。とタバラに言わしめたほどの馬ね。しかし、その秋に 3A3級事件。年末には 3A3級は予後不良相当の怪我、タバラの最もやらかした事件と言われるあれね。個人的にはムチを分回しだと思うんだけど、西のフラワーに乗れていれば、おそらく、3A3級との縁はなかったと思うわ。そう思うと、現実って小さなことが大きなことにつながると、思わざるを得ないわね、って。今日は何をやるの？世の中本当にクソよね。いきなり何言い出すのよ。買い占めとか転売とか、もう嫌になっちゃうわよ。まあ、そうね。特に転売はネット上でかなり嫌われているわね。でも、一口馬主の世界でも、ちょっと前は似たようなことが行われていたからね。はあ、どういうことなの？じゃあ、愚痴スタートよ。一般的に一口馬主は既存の会員向けの一時募集、新規入会希望者と既存の会員が一時募集で満口にならなかった馬を早い者順で募集する二次募集というものがある。何も滞りがなければ、一口馬主クラブというのは追加募集がない限り、この通常募集、一時募集、二次募集の集合でその年の募集は終わる。しかし、多くのクラブ、特に人気のクラブはこれ以外の募集が毎年行われる。おお、キャンセル募集。口数が多いクラブ。一口馬主として民度が低いと言われるクラブでは時にはとんでもない口数がキャンセル募集されることもある。あるわね。特に一時募集時に欲しい馬がやられたら、ムカつきながらも募集に投票しちゃうわね。しかし、キャンセル募集はどうして生まれるのか。確かに、新規含めた会員が自分自身で一口馬主としてこの馬が欲しいとネット上で、もしくは応募書類を用意して買ったものなんだし。しかも、一口馬主ってクーリングオフは適用されない商品。そういうことはサイトにも応募書類にも書いているわけよ。ん？でもそうしたら、キャンセルできないわけでしょ？そうね。でも現実としてキャンセル募集があるわ。つまり、キャンセル可能という証拠になってるわ。キャンセルできないけど、キャンセルできる。一体何を言っているのか。キャンセルは存在する。ということね。それは走らない馬に出資しても金を支払い続ける。我々小市民的な一口馬主としてはイラッとくるわね。いやいや当たり前だからね。それ、馬主もそうだし、一口馬主もある程度お金に余裕がないとできない趣味よ。つまり年齢層は比較的に高い趣味である。まさか、考えたくはないけど、一時募集で出資した会員がなくなってしまって、会員資格を喪失。小馬もいただろうし、新馬もいただろう。しかし、市民には請求できないし、払い出しもできない。会員資格を適切に相続するか、大会処理を遺族が取るか、ということね。競馬の好きな配偶者や子息ならいいかもしれないが、アーモンドアイクラスの馬がいない限り、基本的にはマイナスを垂れ流す商品だからね。そりゃあ、よほどの競馬好きじゃなければ、相続しないわよね。だから、そういう意味でのキャンセルは仕方ないところがあるわね。特に運用が始まっている期相場は匿名組合契約を結べないから、クラブとしても維持管理費を負担しないといけない。厳しいわね。しかし、死んでもないのに資金がなくて支払いができずに飛んだら、もしかして、飽きたからもうやめた。っていうこと？そういうことね。
また新規も既存の会員も欲しい馬が取れなかったし、出資している騎走馬も当年募集馬もいるけど、いらない。って考えで飛んじゃうわけよ、そんなー。その騎走馬も募集馬も誰かの最優先で欲しかった馬なのに、そんな痛みは知らんこっちゃない。ということね、でも、それだとクラブが黙っていないんじゃない？そうね。でも、できることは会員資格の停止、再入会を認めない。くらいしかできないのよ。それって、辞める意思を固めている人には渡りに船じゃない。言うても弁護士通して、内容証明送って、回収。というスキームを通すと赤字になるだろうし、人件費的にもマイナスだからね。やったもん勝ちなのね。仕方がないキャンセルはあるだろうけど、こういうのは波がないと思うのよね。しかし、キャンセル募集のキャンセル数は年によってかなり波があるからね。それに金持ちがやる40口クラブではあまり見られないし、クオレは、悲しいけど悪意を持ってキャンセルする人が多いということね。また、2021年に設立された450口がメインのエンゼルサラブレッドクラブは初年度50口募集場を含めて19頭中キャンセル募集が16頭も出たの。はあ、これはひどすぎよ。ちなみにキャンセルが出ていない3頭は、50口募集の高額でかつ満口になっていなかった馬だわ。キャンセル率 100%? なんだこの頭数？キャンセル額としては 1546.6 万円。口数としては275口。うち50口が1口キャンセル、ぶっ飛んでる数だわ。ちなみにインゼルの募集場を応援するインゼルファンファンドも186万2240円のキャンセルもあったからね。101口キャンセル、これはひどすぎ。締めて1732万8840円のキャンセル額、うわぁ。これが一口馬主ってことね。インゼルはキャンセル募集を他のクラブでも記載されている。何らかのご事情により退会された会員様がご出資されていた保有口数分を会員の皆様にキャンセル募集として再募集させていただきますとキャンセル募集。これはさすがにキャンセルした人たちは人の心がないわね。そうね。あなたが捨てた馬は誰かが欲しかった馬なんだから。そういう気持ちを他のクラブで味わったことあるはずなんだけどね。悲しいわね。インゼルの場合はクラブ設立初年度だったから全員が新規。だからしょうがないところもあるけどね。で、インゼルはキャンセル募集を新規入会でやめなかった既存会員限定で行ったわ。つまり、お金を確実に払ってくれた実績がある人に限るということね。それでもキャンセル募集のキャンセル募集が発生したという噂が耳に聞こえてきたけど。まあ、定かではないわ。白目向きそう。ただ、このキャンセルした人たちって、おそらく、保証制度が廃止されて、冬の時代になった一口馬主時代の負の遺産なのよね。はあ、どういうこと？これはゴシップとして聞いてほしいんだけど。一部のクラブでは一口業界が不景気の時に馬別に寄贈馬や新規募集馬のキャンセルをやっていたらしいのよ。これはまずいですよ。会費を月々払ってくれる会員が減ることが一番困るし、新規の入会者もほとんど来ない時代だし、確かに今では入会金無料だったり、馬代金無料のキャンペーンはあまり見なくなったけど、この頃は結構あったしね。だから、キャンセル分だけをクラブで面倒を見れば、損害は少ない。そういう判断で今では考えられないことをやっていたらしいわ。そのような時代の考えを持っている人たちが、ある種の一口馬主のベテランが大量に流入して荒らしてしまったということね。悲しいわ、で。インゼルを見ると、50口のキャンセルはほぼないでしょ。ということは、500口。400口のクラブの吐け口、キャロットやシルクの仮想民が大量に来ていたと考えられるわ。買いたい馬が買えない、抽選の悲哀を人一倍分かっている層がこの老石。そう思うと一口馬主という趣味、お金がかかるハイソサエティな趣味と思っても、そうでもないということね。これは本当に悲しくて、情けないわね。でもさ、キャンセル募集で当選した馬が走らなかった時が一番答えるよね。はあ、文脈無視？難関倍率を突破してぬか喜び、そして未勝利の上げ落とし、こんなのってないよ。怒りの競馬ゆっくりやね。以上になります。
最後の怒りぶつけたいだけじゃねえかよ。とりあえず資金の余裕を持って一口やってくれよ。頼むよ。この趣味はドブに捨ててもいい金でやるもんだからね。でも、一口話業界でキャンセル野郎を情報共有して、入会拒否とかできないの？個人情報保護法的に無理だし、信用機関に加盟しているわけじゃないから、ブラックリストにも挙げられないし、逃げとくじゃねえか。悲しいね。でも事実なんだよね。だからワイラだけでも気高く一口話したいものよね。ノブレスオブリッジ？微妙に走った馬ね。やっぱ得しないのね。そういう生き方は。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。